高評価とチャンネル登録だけでいけよ。호텔이아니라우리왕실이고나랑결혼하자네정식적으로프로포즈하는거야나랑결혼해줄래아니문사랑나의사랑本日はですね、キングザランドのニュースの解説をしていきます。まあご覧の通りね、アラブの王子がですね、プロポーズしてますと。ね、まあ皆さんご覧になって、僕も笑いながら見てましたが、これがね、韓国で大問題になっております。まあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、本当はね、ご覧の通りのね、美しい、もう、歴史に残るような美しいキスシーンのニュースが、もういろんなメディアに出るはずなんですけどね。で本当にね、昨日も、お伝えしましたが、3分も、こんなロングなキスあるっていうぐらい美しくて、ね、難易度の高い、キスシーンだったと思いますが、それがですね、そのニュースはもうほぼほぼなくなり、今このニュースになっております。ちょっと読ませていただくと、左側は、キング・ザ・ランド、アラブの人種差別、制作側は、歪曲の意図はなかったと、で真ん中はですね、プレイブレイのアラブ王子、キングザランドを見たアラブ圏視聴者たち怒ってると、怒りと。で右側はアラブ王子の、恥ずかしい姿ですね、キングザランドの解明がより危険な理由みたいな記事がいっぱい出てます。今これ3つだけピックアップしましたが、ほとんどのニュースがこれです。で、あの美しかったキスシーンはもう、ニュースにされておりません。あの記事の通りですね、アラブ圏のファンから、このアラブの文化を、歪曲したと、いう批判が殺到してるらしいですね。まあ設定がまずかったかもしれないですよね。王子ですからね、アラブ圏の中でも王子を、見た感じちょっとねプレイボーイにしてしまったっていうところは否めないと思うんですが、これがね良くなかったのが2つあって、1つ目が謝罪がなかったんですよ。でちゃんとねごめんなさいって制作側も、もちろんね、あのフィクションなので、これは小説と一緒で、架空の人物ですと、っていう解明はしましたが、そもそもね、傷ついたアラブ圏の皆さんに謝罪すればよかったのになと思うんですけど、言い訳を先にしてしまいました。で、これが一つ悪かったのと、二つ目がですね、アラブ圏の文化の理解が足りなかったっていうところでしたね。そのアラブ圏ではですね、その王子っていうかその貴族のような方々が、ああいうこう居酒屋のようなところでああいう服装しないんですって。でそれは民族衣装って言いますか、そういうのを着て、そもそもああいう女の人がいる場所には行かないと。そういうのを正直、僕も知らなかったんですが、制作側も知らなかったというので、全く、事実と異なる、ドラマを作ってしまったので、こんなこと起きましたということでしたね。表現の自由とかね、ありますけどね。あと、ドラマを面白くするために、やっぱどうしても、架空の人物でどうしても面白化する、もしくは、悪い人を登場させるみたいなのをよくカンドラではやるんですが、
気をつけなきゃいけないですね。で、まあ、僕としてはですね、キングザランドのファンとしてはもっとこうね、美しかったあのキスシーンをもっとこう称えるべきだったんですが今ね一切なくなって、このアラブ犬のファンのクレームで、それに対する制作側の態度みたいなニュースばっかりです。非常に残念ですが、皆さんはどう思いますでしょうかね。皆さんからもご意見コメント欄にぜひお願いしたいと思います。ではまた。